はい、こんにちは、ちくばつかさです。今回なんですけども、ゴーストバスターズイヤホンジャックマスコット、今回はね、これ回してきました。で、前回はこのね、マシュマロマンがね、当たってくれました。で、今ね、ゴーストバスターズ映画でやってますけど、僕ね、それまだ見てなくて、で、昔にね、やってたゴーストバスターズ、まあオリジナルのね、やつなんですけど、それのね、記憶しかなくて、で、その記憶ももうめっちゃ曖昧でね、このマシュマロマンっていうやつしか記憶にないんですよ、ほんまに。ね。だからまあ前回もね、このマシュマロマンっていうのをまあ狙ってて、まあ一発でね、これ当たってくれたんですけど、今回もね、もう、これ、一択でいこう。あえてね、もう被りを狙っていくっていう感じで、もう行こうかなと思ってるんですけど、まあ、動画的にね、ちょっとあれなので、今回ね、この、ちょっとね、その2番目に僕がね、好きな、なんかこのスライマーってやつ。これ、顔めっちゃ可愛いじゃないですか。ね、このグロカワな感じの顔、ニカってしててね、ね、このグロカワ、ね、もう最近のこの流行に乗ったこの顔、ね、この顔を持ったスライマーをね、ちょっと今回当てようと思います。それではね、早速開けていきましょう。はい、ポン！ゴー！はい、前言撤回です。もう今の時代はね、マシュマロマンやわ。はい、マシュマロマンやわ、もう。ね、まあ僕もね、最初から言ってたじゃないですか。ね、マシュマロマン狙っていこういうことでね。まあ、もうこの通りね、もう有言実行で、はい、当てることができました。はい。まあね、もうこの中のね、他の3体はね、まあちょっと眼中になかったということでね、もうね、そんなー最初から言ってたんですけど、とりあえずね、2体、そうたんでね、袋から開けて、見ていきましょう。はい、マシュマロマンです。もうね、今更紹介するあれじゃないですけどね。もう先に出とるんでね、一体。ねえ、もうこれ全く一緒っすね。ねえ、もう。いいっすね、これ。二体揃ったっていうのがまたこの感じで、もうインパクトがね、一体の時より、もうインパクトがまた倍増されてね。うわー、もうね、もうほら、可愛くないっすか。なんかね、でも、あ、もう一緒やな。まるっきり一緒っすね。やっぱりね、こう、ペイントのズレとかはね、あったりするんですけど、もうほんま顔はね、ほんまに一緒ですね。ね、もう双子じゃないですか、完全に丸っきりのね。こうね、こう、まあ、前回やってましたね。こんな感じで、よち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 、ちよ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 ち。ちよ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 ち。はすいません、まあもうこんなね、おもちゃで遊ぶ年じゃないんですけど。ねえ、このね、フォルムを見ると、いつもこれをよちよちよちをやりたくなるんですよ。ねえ、いやーよかった。もうね、このシリーズに僕は未練はないです。もうね、これ今回コンプした言うても看護ではないんでね、もうコンプ達成ですって言ってもいいかな。っていう感じなんですけどね。このね、他のこのね、お三方には悪いですけど、もうね、僕はこのマシュマロは一択なんで、もう、これでええかな、いう感じで。すいません、こんなね、ね、ミンハム、ローアン、スライマー、好きなね、人にとったらもう、心外ですけど、ほんとすいません。ね。でももう僕はもうこれで。ね、もう、ミッションコンプリートしたかな、いうことなんで。はい、今回はね、ゴーストバスターズ、イヤホンジャックマスコット、2回目をやってきて、マシュマロマン。2体揃えることができました。ね。で、まあね、次回ね、これ回してこようか、いうことなんですけど、もうね、まあ、1回目で言った通りね、もうマシュマロマンね、2回目で出てくれたら、もうええかない、と思ってたんですけど、まあね、動画的にね、どうなんかなっていうのもあるんで、まあね、もしね、またね、機会があったらね、この、お三方ね、当てれるように。で、まあ、ほんまにね、強いて狙うなら、次、このね、スライマーかなっていうのがあって、まあね、冒頭でも言ってましたけどね、顔がね、面白いですね。ね、このスライマー、これをね、まあ狙って当てていきたいと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、のリクエスト、あと質問などね、どんどんお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。筑波司でした。バイバーイ。